編。はい、格闘技テレビ前世始まりました。フェンスモリカです。はい、というわけで本のテーマはブレイキングダウンパウンドフォーパウンドランキング。はい、というわけで今回はブレイキングダウンを取り上げていきたいと思います。まあ、ブレイキングダウンですね、まあ、格闘技界でもいろんな言われ方していて、まあ、あれはどうなんだっていうところはすごくあるんですが、まあ、テニス森川はね、この前もライブ配信もやらせてもらいますし、やっぱりやってみてすごく面白かった部分もあるし、まあ、格闘技としてもね、これはこれで面白いんじゃないかなっていう部分はすごく見えてきたので、まあ、そういった意味でね、しかも注目度もめちゃくちゃ高い、まあ、多分ライジンの今だったら次ぐらいに位置してるのがブレイキングダウンと思いますので、今回ブレイキングダウンを取り上げていきたいなと思っております。で、今回やっていく企画が、パウンドフォーパウンドランキングってことになりますので、体重が関係なく無差別で誰が一番強いんだっていうね、みんな同じ体重だったら誰が一番強いのっていうのを、レーダーチャート化して、順位ごとに並べております。で、このランキングに関してはテニス森川の独自のね、判断となります。これ5つのエレメントを用意して、まあ、その中レーダーチャートをつけて、そのポイントが高い順にね並べてますので、まあ、そういった部分もね見て注目して楽しんでいただければなと思います。で、これテニス森川がね独自につけたもんだし、テニス森川の独断と偏見ですので、まあ、これに関しては皆様の異論反応は受け付けますので、ぜひコメント欄の方にお書きください。まあ、俺の思うパウンドフォーパウンドランキングはこれだっていうのは、多分ね、テニス森川正直最近ブレイキングダウンに関しては見出したところもあるので、多分皆さんの方が詳しい部分はあると思いますので、ぜひね、ランキングは、皆さんもランキングはコメント欄の方にお書きください。それでは早速やっていきたいと思います。ブレイキングダウン、パウンドフォーパウンドランキング第10位。元パンクラスライト級第1位、金田一康介選手です。はい、というわけでね、金田一のじっちゃんが、10位ということになります。パンクラスの元ライト級1位ってことで、まあすごいですね。こういう選手が普通にブレイキングダウンに今出てるって考えると、ちょっとブレイキングダウンのレベルも尋常じゃないなってところで、まあこの前の試合ですと、殴られウルスさんっていうね、まあ、結構ショート動画とか TikTok とかでもかなり有名になってる人で、もうひたすら自分を殴らせてそれでも平気みたいな。今までの殴られ屋っていうのはもう避けて避けての殴られ屋が多かったんですけど、まあ今回出てきたその殴られっていうのはもう本当に殴られる殴られ屋っていうのが、殴られウルスさんやってるところでして、そのウルスさんと戦ってどうなのかっていうね。ウルスさんもともと格闘技のバックボーンもあるし、ボブサップを倒したことがあるっていう言われてるような人なので、まあそういった意味では実際どうなのかってところだったんですが、いや距離感がうまかったですね。すんごいうまかった。距離感、あの距離感を維持しながらしっかりもらわないと当たっていけるし、まあ一個一個の技の精度も高いし、まあすごいいい選手だなと思って、やっぱりプロだなと思いましたね。まあこの選手は今回第10位ということにしたいと思います。はい、というわけでパウンドフォーパウンドランキング第9位、スミノイのダークヒーロー下ミシュラン選手です。はい、というわけで下ミシュランが第9位ということになります。下ミシュランさんは極真連合会の世界チャンピオンになっている人で、めちゃめちゃでかいし、めちゃめちゃ強いっす、いう人ですね。で、バックボーンもしっかりね、空手と、キックボクシングとしっかりありまして、で出身地が大阪っていうことで、なんか対抗戦、地区対抗戦みたいなの出てた人で、もう要はなんかほぼセミプロみたいな感じの人ですよね。ワンに出ていたっていう経歴があったりするんですが、まあそれに関してはワンの本体ではなくて、新人発掘の、まあワンマッチの大会みたいなところで出てきていて、まあ KO負けをしてしまったんですが、まあそういうところに出れるぐらいのレベルの選手ということになります。で、実際今4戦4勝していて無敗っていうことで、まあめちゃくちゃ強いですね。なんか回転数はそんなにないんですけど、当て感がめちゃくちゃあるし、で的確性がすごいんですよね。で、まあ空手の技を持ってるので、しかも空手の足技ってやっぱり他の競技と比べてってもやっぱ結構図抜けてる部分があるなと思っているので、そういった意味では、下ミシュランさんがね、ここぐらいのランキングに入ってくるっていうのはね、まあすごくいいことかなと思っております。はい、というわけで、パウンドフォーパウンドランキング第8位、空手世界大会優勝、段智面敦樹選手です。はい、というわけで、段智面くんが、第8位ということになります。段智面選手もね、空手世界大会優勝していまして、まあ、いろんなね、空手っていろんな団体がありまして、まあ、極真っていうのと、新極真っていうのが、まあ、トップ2でありまして、まあ、その下にもたくさんあって、そこの、こう、連合でやってる世界大会のチャンピオンになってるっていうところですね。だから、福地優斗選手がやって、出ているのが JFKO って言って新極真側の、全国大会だったりとかっていうところなんですけど、まあそういうところとはちょっと違うんですけど、まあ空手世界大会の優勝したってことで、で、テニス森川も実際現役時代、この段智面くんって見ていて、めちゃくちゃ上手いなと思っていて、すごくいい選手だなと思って見ていたので、まさかね、ブレイキングダウン出てくるとは思わなくて、出てきた時はかなりびっくりしたんですが、まあそんな段智面くんが、第8位ということになります。で、ブレイキングダウンではね、まあこの後出てくる井原選手とか富澤大地選手とかね、まあ
そういう選手たちに負けてしまってはいるんですが、フルコンタクト空手って、まあ、蹴りはめちゃくちゃ上手いんですけど、その顔面のパンチとかに関しては、もうやってないんですよ、基本的には。なのに、そこをしっかり対応して戦ってるので、いや、かなりすごいなっていう、そこの順応性とか対応力みたいなところもすごくあるなと思っていて、うん、まあ、ここでね、まあ、しっかりその上の選手たちを倒していけると、まあ、空手最強っていうのがね、体現できるんじゃないかなと思うので、すごく楽しみにしています。はい、というわけで、パウンドランキング第7位、キックボクシングの天才、ユラ選手です。はい、というわけで、ユラくんが第7位ということになります。もうユラくんね、普通にエリートキックボクサーって感じです。なんか、自分もね、自分の知り合いの人とかが、普通にキックボクシングの試合で戦っていて、普通に負けてたりとか、するぐらいの選手なので、まあ、普通にね、キックボクサーとして、体制していこうという途中の選手となります。なので、まあ、ここで、まあ、普通にブレイキングの勝てるのは、まあ、当たり前だよねっていう感じにはなってきますので、うん、やっぱり、いい選手ですね。で、まあ、動きもすごく天才的だし、抜け目のない戦い方ができるので、まあ、この選手を崩すというのは結構大変だなと思っております。ミスターホンデ選手って選手に負けちゃったんですけど、まあ、あれはあれですごくいい試合だったんで、まあ、ユラさんがま、圧倒的に負けてたかっていうと、まあ、圧倒的ではないかなっていうところだったんで、まあ、全然次やったらリベンジする可能性はあるなと見ていますので、しかも、キックボクシングの、普通のプロの試合だったら無敗なので、まあ、やっぱ強いなってところなので、今後にもね、しっかり期待していきたいなと思っております。はい、というわけで、パウンドフォーパウンドランキング第6位、秋山芳弘の秘蔵っ子、ミスターホンデ選手です。はい、というわけでミスターホンデ選手が第6位ということになります。このミスターホンデ選手っていうのは、このユラさんをね唯一倒した男っていうことで すごく注目されていまして、でまあホンデさんね秋山さんのね秘蔵っ子ってことで、まあ韓国の対抗戦とかにね出てきて、そっからね今、ブレイキングダウンの方で活躍してる選手になります。まあキックボクシングの試合出ていて、まあ普通に20戦以上20勝以上してるような選手なので、まあ実力は半端ないってことで、まあすごく注目されていたんですが、まさかのねこの次の選手に敗れてしまったってことで、この次の選手を紹介したいと思います。パウンドフォーパウンドランキング第5位、超天才ナオ選手です。はい、というわけでナオ選手が第5位ということになります。まさかのね、まあトーナメントやられてまして、まあ1回戦目がねこのホンデ選手とナオ選手ってことだったんで、まあホンデさんがねかなり優勝候補だったんで、まあナオさんってまあ正直ブレイキングダウンに出て格闘技歴がまだ半年とかそんぐらいなんですよ。1年経たないぐらいでブレイキングダウンに出てるような選手だったんで、まあさすがにホンデさんには勝てないでしょうって言われてたんだけど、まさかのホンデさんにしっかり勝利しちゃうってことで、どんだけ天才なのっていうことで、今かなり注目が集まってる選手になります。で、もともとはダンサーで、なんかまあ身体能力が高いっていうのはすごくわかるんだけど、いや見てっても格闘技見てってもめちゃくちゃうまいっすね。なんかすごくこんなことはやっぱり天才だとできるんだなっていう、こんな経歴浅くて。ということで、まあユラさんと戦って実際どうなのかっていうのは難しいけど、まあでも、まあホンデさんに勝ってるし、ホンデさんはユラさんに勝ってるってことで、まあこういう順位になってきちゃうのかなと思って見ております。というわけでパウンドフォーパウンドランキング第4位、ブレイキングダウンの闘神富澤大選手です。はい、というわけでトミーが、第4位ということになります。トミーですね、やっぱライジンに出てきて、でしかも篠塚たつき選手とね戦って、やっぱすごくまあいい試合したし面白かったし、まあ根性見せたってことで、まあすごくいい選手だなってところだったんですが、まあこの前ですね井原亮太郎選手にベルトを奪われてしまって、その井原選手からねベルトを取り返そうと挑んだんですが、まあ敗れてしまったってことで、まあしかもそれもね、拳の骨折があったっていうところで、まあガチのフルスイングができなかったんじゃないかとか、言われていまして、まあもしね拳が良ければどうだったのかとかね、まあすごく言われてる部分ではあるので、まあ、富田選手すごくいい選手だし気持ちの入ってる選手なんで、まあ今後ねブレイキングの活躍にすごくね期待したいと思っております。というわけでパウンドフォーパウンドランキング第3位、天才喧嘩師井原亮太郎選手です。はい、というわけで両チンが、第3位ということになります。井原亮太郎選手今戦績5戦5勝無敗ってことで、まあブレイキングダウン出てきて大フィーバーしてますね。もうまさかの富田大選手も勝っちゃって、でしかもバンタム級のチャンピオンにもなっちゃって、いやどうすんのこれっていう、まあ正直あんな敵がいなくなってきてしまって、でまあねこうやって富田大選手が負けてしまった篠塚たつき選手雷神に行って、まあリベンジしたいみたいなことも言ってるので、まあどうなってくるのかなってところではあるんですが、まあすごく当て感のある選手で、まあ右も左もサウスそうなんですけど、右でしっかりこっちでねパコーンって当てるのも上手だし、で左でしっかり刺すことも上手だし、まあすごくね当て感がめちゃくちゃあるなっていう感じで、姿勢もすごくいいんでディフェンス能力も高いんですよね。全然パンチももらわないし、で当て感もあるってところで、さらにいいのが、まあ、喧嘩師っていう風に名乗ってはいるんだけど、まあバックボーンがちゃんと総合格闘技やってブレイブに通ってたりとかするんですよ。でだけどまあこれが本人のそういう意思なのかどうかわかんないけど、まあおそ
らく本人の気持ちとしては、まあ俺は格闘家って言えるほど別に格闘技やってないし、ね、どっちかってやっぱそんな名乗るのもおこがましいから喧嘩して言ってんのかなっていうぐらいの感じ。絶対言わないんだよね、格闘技やってるとか。俺はもう喧嘩だっていうのをずっと言っていて、まあなんかそれがブランディングなのか、かっこいいと思ってんのか、なんか、あえてそういう風にね、自分のプライドで、まあ格闘家って名乗らないのかちょっとわからないんですけど、まあそういった意味でもね、すごくいい選手だし、かっこいいなと思っております。はい、というわけで、パウンド4パウンドランキング第2位、アンポルキアナマナデシ、ジョーリー選手です。はい、というわけで、ジョーリー選手が第2位ということになります。いや、もう、ね、この前の優勝戦は痺れましたよね。電光石火だったんで、早ーみたいな。で、ジョリー選手って、まあ、昔だと、ブレイキングダウンと飯田選手が一番強いみたいな感じで言われていて、で、その飯田選手を、ケイノスケ選手が倒して、で、ケイノスケってやばいじゃん、みたいな。あの飯田を倒してケイノスケやばい、みたいに言われてて、で、そのケイノスケ選手を、ジョリーさんが倒したってことで、なんかジョリーさんもっと、こう、ブレイキングダウンで最強格みたいな扱いになるのかなと思ったら、なかなかならなくて、なんか、ずっとなんか、こう、ひな壇芸人みたいな感じだったんですけど、まあ、今回ね、ユースさんと戦って、総合格闘技ルールっていうところでやってみたらもう圧勝してみんなが手のひら返したっていうね。まあ明らかにまあ俺から見ててもジョリーさん昔から普通に上手かったし、でまあバックボーンもしっかりあるし、でキックもやってたし、総合格闘技で、シュートの、ね、東海地方のアマチュアのねチャンピオンになってたかするんで、まあしっかり持ってるものはかなり持ってるので、まあなんか最初のまあ安保チャンネルに出た時はまあ喧嘩師みたいな普通に振りをやってますみたいな感じだったけど、まあよくよく見ていくとすごくねそういう実績のある選手だったってことで、まあ今回順位になってくるかなと思います。まあまあ来人出てくるかどうかは分かりませんけど、まあすごくねいい選手だし面白いし花のある選手なので、今後の活躍に期待したいなと思っております。はい、というわけでパウンド4パウンドランキング第1位、ダークヒーローアンポルキア選手です。はい、というわけでアンポポが第1位ということになります。まあもうこれはもうまあ並べるのもちょっとおこがましいぐらい、まあ、アンポポダントツですね。30ポイント超えってことで、まあ天性のイメージだと、まあ、25ポイントぐらい超えてくると、まあ来人とかにも出ても全然遜色ないぐらいのレベルかなと思っていて、で30超えると雷神でもかなりトップクラスっていうイメージなので、まあ31ポイントでまあ間違いないかなと思っております。でアンポ選手ね、やっぱり雷神でもすごく活躍されてるし、まあなんつだろうな、こうどこにでも噛みつくというか、なんかそんなスダリオさんも行くし、ストリックランドも行くし、そんなやつにわざわざ戦わなくてもいいのに、そんなやつわざわざこう自分からそういうところに突っ込んでって、もう火の中に突っ込んでいくんだよね自分からね。で今回のパッキョウ戦もやらせろってことで、鈴木千尋選手がね怪我で欠場になったところを穴埋めしたのがアンポさんってことで、なんかちょっとぶっ飛んでるよねアンポさんって。でもそこがすごく魅力というか、最近すごくみんなから認められてきたところかな。前まではいろんなところにねこう噛みついたり、なんか総合なんかゴロゴロしてつまんねえとかって言ってすごく戦えたり、まあいろいろしてたんですけど、最近やっぱアンポさん認める声っていうのはでかくなってきたんで、まあ昔からねアンポさんは俺は戦い方めちゃくちゃ好きだし、キック時代からねめちゃくちゃ鼻のある選手だったんで、まあライジン来てどうかなと思ってたんだけど、やっとね、認められてきたところだったんで、すごく嬉しく思っております。はい、というわけでここまでご覧いただきありがとうございました。今回は、ブレイキングダウンのパウンド4パウンドランキングということでやってきました。まあ他のね、ナンバーシーン出てる選手のでもっと強いっていう人もいるかもしれないし、まあこの選手だったらもっと入れるんじゃないかっていう人もいると思うんですが、12と 12.5 っていうところから選んできましたので、まあこういう感じかなと思っております。なんかブレイキングダウンやっぱ見てても、まあ元プロだったり元セミプロだったりみたいな選手がやっぱり増えてきていて、まあそう簡単に不良が入れる世界じゃなくなってきたなっていうところはすごく面白いなと思っております。まあやっぱそうなってくると、ちょっとやっぱ見てて面白いよね。やっぱ格闘技ファンとしては不良がなんかブンブン丸で殴り合ってても正直面白くなくて今まで見れなかったんですけど、やっぱ最近見てて結構面白いなっていう、しかも1分で決着つけようっていうところで、まあガンガンに打ち合うし、見てて面白いなって思うところもすごくあったので、まあ今後もねちょっと見続けていきたいかなと思っております。というわけで皆様のランキングもコメント欄の方にお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイデン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。落ちこぼれ一人も出さない道場っていうのはやっぱり作りたいなと思っています。